ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリアエイクロイズ 11S エクスペリアエイクロイズ 11S はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズにより日本国内向けに開発された英雄ブランドを展開する KDDI および沖縄セルラー電話のイズシリーズのスマートフォンの一つである。製造型版は SOI11。イズシリーズの一環として企画。 開発されたストレート型スマートフォンの一つ。Android OS を搭載し、赤外線通信やお財布携帯、ワンセグなどに対応する。同じくエクスペリア A ロの名称で、NTT ドコモより販売される SO、SO-A2C の CDMA2001、XMC、CDMA2001 ゼブドゥ MC レブ、A 版にあたるスマートフォンであり。 ソニーエリクソンとして初めて AU 向けとして販売されたスマートフォンである。2012年1月現在、国内で発売されたエクスペリアシリーズの中で CDMA2001XMC、CDMA2001ZEV DO MC LEV A に対応する最初の機種である。s o a 2 c との違いは通信方式及びキャリアサービスのみであり、機能面はほとんど同じである。 詳しくは、エクスペリアイクロの項目を参照のこと。発売時には、イスウェブのアドレスを使用したメールは提供されておらず、2011年9月20日に、KDDIE メールとして提供され、利用する場合は、ソフトウェアアップデートする必要がある。従来の au のスマートフォンでは、3G のデータ通信でのみ送受信できたが、KDDIE メールでは、 h t c e v o IMAX ISW11HT と同じく無線ラ a ンを利用しての送受信も可能である。なお、この端末は AU の他の多くの端末にある最初に挿入した AUIC カード以外は使用不可という制限がなく他の AUIC カードを挿した場合にも使用できる。本機は AU 発の GSM クワッドバンドに対応した機種であるが、 GSM エリアにおけるデータ通信に対応しておらず、海外におけるデータ通信は CDMA エリア、または無線 LAN 経由で行う必要がある。この仕様から GSM ローミング中の E メールの送受信などもできない。加えて C メールについては CDMA エリアでの送信及び GSM エリアでの送受信は使用上できない。電池パックや AC アダプタは SO-02C、SO-03C so と共通のものを採用しているが、ドコモで購入したものを使用した場合は、保証対象外となる。なお、ドコモの SO-02C、SO-03C では、2011年12月より、オペレータ共通の AC アダプタが公式に使用可能となったが、当端末では、au 共通の 共通 AC アダプター03などは公式に対応していない。本機種は、エクスペリアとしては2011年まで使用されていた au by KDDI ロゴが刻印された唯一の機種となっている。メモリ量の関係、au からは、Android 4.0にはアップデートされなかったが、海外版のエクスペリアエイクロではアップデートされており、海外版の ROM を使用することで、 アップデートできる。また、ブートローダーアンロックを行うことで、Android 4.4までアップデートできる。ただし、ブートローダーアンロックを行うと au およびソニーの保証対象外となる。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは、他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。その他カメラは動画ならば 720p での撮影が可能。 動画でもオートフォーカスが有効。ありがとうございます。